持ってることがバレなかったら、自分がちょっと焼き肉。これマックスだもんね。マックス。マックス。マックスだもん。お疲れ様です。お疲れ。何時ですか。私ほら前プルプルマシン買ったけど、はい、使ってなかった。あ、そうなんですね。なんか買ったって言ってましたもんね。うん、そう、痩せるらしいよ。すごい、もうね、はい、おしっこしたくなっちゃう。そういうやつなのかな。違いますよ。すごいすごいこれ。え、でもなんかお肉だいぶ減った気しますね。そう、なくなったからね。うん、絵面的には面白くないかもしれないけど。そうそう、多分もっと揺れてましたもんね。揺れてる。うん、でももう揺れなくなっちゃった。あ、それぐらい変わったってことだよ。そうですね。全然乗ってられるわ。うん。これをしながら電話するみたいな動画ありますよね。うん、してます。知らない。ちょっと誰かに電話します。なんでなんで。この乗ってることがバレなかったら、うん、自分がちょっと焼肉を凍ります。なんか見たことあるわ。あります。なんか、うん、バレるかな。どうですかね。うん、じゃあ焼肉ね。わかりました。わかった。ちょっと一回電話誰かしてみていい。分かった。かけ。分かった。あ、バレなかったら焼肉ね。はい、わかりました。わかった。それではミスケの焼肉のためにやってみようかね。ちょっと YouTube 社長にまず一発目、はい、ありがとうございます。かけてみるね。あ、もしもし。どうした。うん、今いい。どうした。あのさ、どうした。あの今頑張ってるじゃん、私頑張ってるじゃん。何を。パーソナル。パーソナル。トレーニングね。うん、もうすぐ。もうすぐ達成するのよ。だからご褒美ちょうだいよ。なんか聞こえにくい。あ、鹿児島行きたいって言ってるじゃん、言ってたじゃん。そこ、ね、うん、そこ連れてってくれる。いい。いいで。うん、絶対よ。大丈夫。大丈夫。じゃ約束ね。そうそうそう。やばいやばいやばい。今のバレてないよね。バレてます。バレてる。バレてますよ。バレてる。バレてます。今何？どんだけスピード？マックス？いや、マックス行きました。マックスはバレちゃうよ。バレちゃいますかね。うん。さっきね、あのほら、この間動画、しんやちゃんにかけてみる。はい、昨日お客さんがね、あのご機嫌を出てくれる。そう、しんやママのところに昨日共通のお客さんが行ったのね。で、さっきさ、あの昨日お客さんにご紹介ありがとうございましたってから、大丈夫だった？って言って。うん、これ何人クリアしたらいいの？これですか？まあ、5人ぐらいいったですね。ダメでしょ。いないでしょ、起きてないから。とりあえず、まあまあね、はい、深夜も。もしもし。あ、しんちゃん？おはようございます。あ、おはよう。昨日大丈夫だった？ありがとうございました。うん？ありがとうございました。いえいえ、昨日大丈夫だった？ゲーム行ったんですけど。あ、みたいで、ゲームで迷ったみたいでさ。はい。でもついたみたい。あ、本当ですか。うん、やかましくなかった？はい。やかましくなかった、やかましくなかったかな。全然大丈夫でした。あ、よかった。全然大丈夫。なんかシャンパンもいただいて。まあ素敵、よかったです。うん、ありがとうございました。あ、いいのいいのいいの。またね、しげちゃん。はい。はい。いや、オッケーじゃない。オッケーじゃない。オッケー、オッケーだよね。ああ、一人目クリアです。これ大丈夫？体逆に悪くなる気がする。分かんない、内臓揺れてますもんね。うん、でもこれブンブンってこんなにちぶさがあったぐらい揺れてるよ。次ヨセフとこ。次誰ですか？ヨセフ。ヨセフさん、うん、あ、生放送聞いていただいて。生放送です。寝起きだと思うから、ああ、ちょっとこれ機嫌悪いからな。出んのかい。あ、深夜から
深夜ちゃんから、はい、ごめんなさい電波が悪かったみたいで途切れ途切れでしたありがとうございましたって電波が悪いことだいい子こちらこそごめんね深夜ちゃん許してこの動画で知るっていう、ね、この動画で本当に許してくださいすいませんいい子悪いことしてる気みたいな気になる言うに言うね、はい、出るかな仕事中だからおはよう。はい。ゆうさん、今仕事中だよね。はい、そうですよ。仕事、忙しい、今時間、いい？いいっすよ。あ、分かった。え何言ったんすか？何もしない。8時に、電波かな？電波悪い？あんたとこ。これあれだ、ブルブルのやつだ。バレた。言うのバカー分かった分かる面白い嘘だこれマックスだもんねマックスマックス、ま、マックスだもんもうあんたバレちゃったから焼き肉なくなったじゃんバイバーイあーナイスユウさんさすがでしたユウさんブルブルだって言ったやっぱ分かってましたね最近に来ましたけど社長が鹿児島に連れてってくれるって言ったあ、そうなんですか、ねうん、鹿児島行くんですか鹿児島行く鹿児島の芸人の方まもなく名古屋から高崎行きますのでイケメンに私のことが少しでも興味がある方は鹿児島でお待ちくださいそれでは皆様いたずらはしちゃいけないよまたねやばいやばいこれ汗かくやっぱそうなんだめっちゃ汗かく